蜷川氏は、日本の氏族の一つ。元は、物部氏の流れを組むとされる宮地の氏。古市中国新川郡、蜷川省を所領とし、そこの地名を名乗った。そうは、蜷川近かなお。室町幕府において、万所執事を世襲した伊勢市の家臣であり、親父家から数えて三代目の蜷川親あたりの頃より、万所代を世襲することとなった。室町時代末期。 主君である将軍、足利義輝を失った、蜷川近世は冷落し、では国村山軍で没死した。着死蜷川親町をはじめとする一族の多くは、土佐国の長祖壁元近のもとへ落ち伸びた。足利義明に仕えた、蜷川近貞は、義明が毛利氏を頼った後に過信化し、蜷川明秀、蜷川元近、蜷川元勝と続き、長州藩士として続いた。 また、蜷川氏は丹波国府内軍を所領としていたことと、伊勢忠史卿が明智光秀の家臣にとなったこともあり、蜷川定栄、蜷川忠志防府市等の一族が光秀に仕えた。山崎の戦いで明智氏が滅亡した後は、元親の元へ落ち延びた一族もおり、丹波で暮らし続けた一族もいる。長我壁氏滅亡後、親帳は徳川家康のおとぎ衆として仕えた。 その後、荷長氏は、旗本として続き、明治維新に至る。二長尾屋あたり、像荷長氏の当主は、代々新右衛門と名乗っている。二長尾新右衛門といえば、テレビアニメ、一休三に、足利義満の側近で、自社奉行の武士、荷長新右衛門が登場するが、モデルとなった二長尾屋あたりが使えたのは、足利義のであり。 そもそも、室町幕府に、自社奉行はなく、実際のところ一級総順と、指定関係があったのも親あたりが出家してチューンと、名乗ってからのことであり、ほとんど架空の人物である。ただ、親あたりの着手、荷名川近本が記した、親元日記や一級が記した、教運集には、荷名川親あたりと一級の交流が綴られており、 これをスタッフがアニメ制作の参考にしたのではないかとみられる。ありがとうございます。